はい、皆さんこんにちは。今回はね、オオアリ塚の探索、なんかプケプケがいるとかいないとかっていう話だったんで、それをねやっていきたいと思います。ここだよね。あ、オオアリ塚、これか。はい、まあ、とりあえず中央キャンプでいいかな。はい、やってきました。久しぶりですね、この感覚。のんびり見て回りませんか？よし、一旦ちょっと食事しよう。本来ここにプケプケいないはずなんで、まあ、何かが起こってるっていうね、まあ、ことなんだろうけども、まあ探しに行きますか、プケプケね。おい、とりあえず痕跡がないかなっていう。あるぞ、なんか。あ、ボルボルっすか。おお、とりあえずボルボルスの痕跡。プケプケってどこにいるんだろうな。お、またなんかあるぞ。まあまあ、この辺ボルボルスか。うん、ボルボル、ずっとボルボルスだな、この辺は。プケプケ。あれ、なんか見つかった。ああ、そうですか。おお、いたいた。ああ、まあ、ボルボルスはこれか。はいはいはい。あとは、まあ、どこにいんのかな。見えるかな、なんか。あ、プケプケあんじゃん。さて、でも、プケプケの気配は、なんか、山とかにいそうな気がすんな。あ、リオレイヤの痕跡。あ、リオレイヤ。あれ、これ本当にリオレイヤの痕跡？え、何それ何それ。あれ、この痕跡は確か、やっぱり絶対。それに、なんだか様子が変。様子が変。相棒、絶景を狩猟しましょう。この異変を調査しなくては。え、何それ、怖えな、なんかそれ。何ですか、何なんですか。お、いいぞ。おら、え、何こいつ、なんか違うの。あ、びっくりした。え、なんで出たのこいつ。え、これもしかしてもう上位、もう上位ですか。え、なんか怖い音がした。お、危ねえ、あぶね、これやべ。うわ、おぶな、ぶな、ぶな。おい、やめてください。カンバをちょっとしっかり使っていこう。カンバ、いけ、尻尾もらう。まずは、おら、うわ、外した。完全当たったと思った。いや、でもこれ上位くせえな、なんかやっぱこの雰囲気は。様子がおかしいとかじゃない気がする。お、チャンス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 到来。うわ、やばいやばいやばい。お、ぶねぶねぶね。おお、うわ、食らった。毒ってしまった。
あ、なんかしてる。あ、逃げちゃう逃げちゃう、ダメだそれは、ダメだ。こっち向くかこいつ、無理か。いやけどこれはいけるな。よし、プケプケ狩りに行こう。多分プケプケぐらいだったらやれそうな気すんだよな、割と慣れてるっつうか。場所なんだよな、やる場所がどこかで結構違うんだよな。え、なになに、あ、いたいたいた、もういた。乗れる、乗り推奨です。よっしゃー。頭はちょっとさすがにエグいんで。ここなら、お、あんま動くな、あんま動くな。おいしょー、今度こそ尻尾もらいたい。よし、た、おお、うわ、ここでタックルとか入れときたいんだよな本来な。あ、なんか食ってる。そこもらうしかない。おお、危ない、危ない、危ない。うー、あ、こっち上がってくる。いや、大丈夫だ。へい、あ、ほらほら、いやでもここで戦うのが一番楽だな。うわ、じゃ、お、これ使うか。あ、見て、おいちょ、いいぞいいぞ、いいダメージ入ってるよ。おこた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 、よし、順調順調。 V 破壊も取れて、これこれ、なんか落とした。あ、っていうかカンバだったらあれか、一体仲間にしてくれるんじゃないか。カンブ君来て、カンブ君ちょっとお話しして、お話しして。仲良くなって、あれ、仲良くならない、まあいいか。まあ、やつをやることだけにちょっと今集中しよう。寝てたらラッキー、起きてたら最悪。おいしょー。お、しびれてる。これなんだ、これなんだ状態。よいしょ、OK、いいぞ、拾っとこう。
あ、危ね。これいけるな。ため。あ、ミスった。お、また入った。なんだ。だから仲間がいるのか。もうちょいの気がする。お、倒した。オッケー。なんであいつ、こいつこんなにあれなの？しびれたり眠ったりしたのかな。あ、ガジャグーか？ガジャグーの仕業か？あ、いた、ガジャグー。え、なになにこのガジャグーさん。めっちゃ切れてるけど。え、そういうのあんのか。こりゃーっつってずっと言ってるけど。一同揃っている。これより緊急作戦会議を開始する。え、なになに。保留調査の一段落もつかの間、調査班より気になる報告があった。はい。このところハンターたちから見慣れたモンスターが思いがけない場所にいるという報告が。まあまあ、プケプケもそうだったしね。多数上がってきているんだ。それだけじゃない。調査中に大怪我を負って帰還する例も増えている。ええ。彼らによると退治したモンスターは従来のものをはるかに上回る強さだったらしい。それともう一つ、これは5期団から報告してもらおう。え、先日大蟻塚の荒れ地で不思議な痕跡を見つけました。リオレイヤーのものと思われるのですが、そうとも言い切れず。あ、それも関係なんだ。なんか大きさ、特徴、いずれを照らし合わせてもリオレイヤーと微妙に符合しないんです。強靭なモンスターの出現といい、不思議な痕跡の存在といい、どうも偶然の出来事ではなさそうだ。総司令、どうします。よし、取り急ぎこの現象の調査を行うぜ。我々が行うべきことは二つだ。一つは各地に赴き強靭なモンスターを調査すること。今一つは五機団が見たという痕跡を集めること。え、何、桜レイヤー的なこと。強靭なモンスターを調査しながらこの痕跡の有無に目を光らせてくれ。わかりました。探して集めます。いいな、勝手の違いを侮るな。見慣れた相手でも油断は禁物だ。なんか動きのパターンも変わんのかな。まあ確かに見たことない攻撃してきた感じはあったんだよな。リオレイヤーハテナハテナハテナ調査しよう。うん、はいはいはい。痕跡があるわけね。お、上位クエスト、上位探索。おお、こっから上位なんだ。お、上位クエストと上位探査が解放されました。やった。各地で痕跡を探せ。女王とおぼしきモンスターを見つけ出すぞ。おお、こっから上位か。はいはい。ということで帰ってきましたけども、不思議な痕跡を探しましょう。あちこち行ってみるんです。なんか多分ここから一気にまたなんか増えそうな感じがねしてるけど、はい。ということで今回は、大蟻塚のね探索でしたけど、ここからついにもう上位に入ったということでね、さらに冒険が広がりそうです。はい、ということで、今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。噛んだわ。ご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。